はい、どうもゆうじです。今回はエンジニア転職でよく聞かれる質問を7つと、そしてその質問に対する具体的な回答方法について説明していきます。自分は2019年の11月の終わり頃から転職活動を始めて、その年のクリスマスの日に内定をもらいました。だから今からちょうど1年前ぐらいに自分は転職活動をしていたことになります。めちゃめちゃ懐かしいですね。クリスマスの日に内定をもらったんですけど、これ会社からするとクリスマスの日に内定をあげようって絶対に思ってましたよね。メールでやり取りしている時に、 CEO との最終面接が12月25日ですって言われた時にもう内定もらったなと思いましたもん。このクリスマスプレゼントが嬉しかったか嬉しくなかったで言うと、まあ嬉しいっちゃ嬉しいんですけど、まあポールスミスの服とか財布の方が欲しいですよね。今年はいいクリスマスにしようと思います。自分の転職活動はずっとウォンテッドリ1本で頑張っていて、だいたい45社ぐらいにメールを送りました。コンタクトを取った45社のうち20社ぐらい返信が返ってきて、この20社のうち興味を持ったところだけにカジュアル面談に進みました。それで最終的には6社になりましたね。この6つの企業は全部自社開発企業だったんですけど、この6つの企業のうち3社から内定をもらいました。残りの3社に関しては落とされたというよりかは、自分が行きたかった会社から内定をもらえたので、もう転職活動をやめたって感じですね。エンジニア転職のフローはウォンテッドリーとかグリーンで若干違うんですけど、ウォンテッドリーの場合はこんな感じになってますね。まず一番初めにカジュアル面談があって、そこでいろいろと雑談をしながら会社のことを聞いたりとか自分のことを聞かれたりします。そしてその時に履歴書とか職務経歴書を提出します。カジュアル面談の最後に次の面接に進みたいですかって聞かれるので、ここで進みたいですって答えたら書類選考をしてくれます。無事に書類選考が通ったら、次に面接が1回から2回ぐらい大体あって、で、そこも突破することができたら、最終的に CEO との最終面接があります。この最終的な CEO との面談のところまで来れば、よほど下手なことをしない限りは、まあ大体は通りますよ。無事に CEO 面接が終わって、そこで合格することができたら、その場で内定をもらえるか、また別途メールでもらえるか、どちらかになります。自分の場合は、その場でもらうことができたんですけど、やっぱり直接その場でもらえるのが一番嬉しいです。自分の経験的にはこの真ん中の面談に関してはだいたい2回のところが一番多かったです。1回目はエンジニアの人と喋って、2回目はプロジェクトマネージャー的なちょっと偉い人が出てきて、で最終的に CEO って感じですね。ここまでが自分の転職活動についてと、あとは転職活動の大体のフローの説明でした。ここから自分のエンジニア転職の経験から一番よく聞かれた質問7つと、そしてその質問に対してどういう風に答えればいいのかっていうことについて説明していきます。過去の動画でも何回も言ってるんですけど、エンジニア転職において一番大事なのがこの面接ですからね。ぶっちゃけポートフォリオなんかじゃなくて、この面接での受け答えが一番合否を左右します。たまにポジショントークでポートフォリオサイトは AWS を使ってクラウドを構築しなければいけないとか、 Docker を導入しないといけないとか、 CICD パイプラインを導入してテストも全部自動化しなければいけないとか、そういう人がいるんですけど、そんなレベルの高いポートフォリオは絶対にいらないです。自分なんてマジで HTML と CSS と JavaScript と Ruby on Rails を使っためちゃめちゃ簡単な Web アプリケーションしか作ってないですからね。概要欄に貼ってあるプログラミング学習の教材に自分のポートフォリオも掲載してるんですけど、おそらく皆さんが見たらこんなレベルの低いポートフォリオサイトでいいの?みたいな感じでびっくりすると思いますよ。自分は初めからポートフォリオサイトなんかじゃなくて面接での受け答えが一番合否を左右するってことを知っていたので、ポートフォリオサイトなんてもうそこそこで仕上げて、もうすぐ終わらせてすぐに転職活動に移りましたよ。皆さんも友達でも Twitter でも何でもいいんですけど、身の回りにいるエンジニア転職に成功した人の話を聞いてみてください。みんな同じことを言います。つまりポートフォリオサイトなんかじゃなくて絶対に面接での受け答えが重要だということです。現場で何年も働いているエンジニアさんからすると、もう未経験者が作ったポートフォリオサイトなんて見る価値もないぐらいレベルの低いものなので、一生懸命作り込んだところで全然触れられないですよ。マジで大げさでも何でもなく AWS の勉強を一生懸命するより、頑張って笑顔を作るとか声を張る練習をした方が圧倒的に合格する確率は上がりますよ。そんなのちょっと想像したらわかるじゃないですか。ポートフォリオサイトを一生懸命作り込んでるけれども、全然声を張らないし笑顔も少ないしコミュニケーションもちょっとあやふやみたいな、そんな人を取りたいと思わないですよね。しかも面接に来た本人はめちゃめちゃ頑張ってポートフォリオサイトを作り込んでるって思ってるんだけれども、
ただ現場のプロのエンジニアから見たら全然レベルの低いものなので、それも大した加点にならないんですよ。まず大前提として覚えておいてほしいのが、現場のプロのエンジニアから見たら未経験者がどんなスキルを使ってポートフォリオサイトを作り込もうとも全部レベルの低いものに見えるということです。だとしたらポートフォリオサイトを無駄に作り込む時間がめちゃめちゃ無駄だっていうことが分かりますよね。実際に自分が会社で働いていた時に採用も担当しているエンジニアさんと喋ったことがあるんですけど、その人もポートフォリオサイトなんてもうほとんど見ないって言ってましたからね。まずポートフォリオサイトっていうのは面接に応募するためのチケットぐらいだと思っておいた方がいいですよ。映画館の入場券と一緒ですよ。入場するためにはその入場券が必要なんですけど、ただ一旦入ってしまったらその入場券ってもう使わないですよね。ポートフォリオサイトもその映画館の入場券と一緒で、ポートフォリオサイトがないと応募することができないんですけど、ただもう面接に行ってしまったらもうほとんど合否に関係ないぐらいの存在になるので、もうそれぐらいの認識でいた方がいいです。とにかく今回の動画をきっかけに、未経験からのエンジニア転職においては面接での受け答えがもう死ぬほど大事だっていうことを理解してください。それじゃあ早速ここから自分のエンジニア転職経験をもとによく聞かれた質問7つと、それにどうやって答えればいいのかっていうことについて説明していきます。今回の内容が少しでもいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それでは早速いきましょう。エンジニア転職においてよく聞かれた質問の一つ目は、なんでエンジニアになろうと思ったんですかっていう質問です。この質問の意図としては、中途半端な気持ちでエンジニアになろうとしてるのか、それとも明確な目的を持ってエンジニアになろうとしてるのかを見極めるための質問です。エンジニアっていう職業は周知の通り日々技術トレンドがアップデートされていって、どんどん勉強していかないとキャッチアップすることができない職業なので、中途半端な気持ちでは絶対に務まらないです。この質問によって面接官はマインドの観点からあなたがエンジニアとしてやっていけるかどうかを判断しようとします。この質問は面接官が皆さんのエンジニアになりたい気持ちの大きさとか真剣さとか、あとは本気度を確かめるための質問です。なのでこの質問をされた時に、稼げそうだからとか、これからのためにスキルを身につけておきたいからとか、エンジニア以外でも成り立つような理由はやめてください。なので回答の仕方としては、もっとブラッシュアップはしてほしいんですけど、大体で言うとものづくりが好きだからとか、世の中に存在するあらゆるアプリケーションの根幹を支えるやりがいのある仕事だからとか、自分が作ったものを直接ユーザーに価値として提供できるからとか、そういうエンジニアならではの魅力を伝えてください。どの質問でも同じことが言えるんですけど、回答するときは自分の言葉で熱く答えられれば答えられるほどポイントは高いです。とにかく全ての質問において未経験者は自分がエンジニアになりたい強い気持ちとか思いとかを熱く語ってください。技術力が全くない未経験者の唯一の武器は熱く語れるかどうかだけです。エンジニア転職においてよく聞かれた質問の2つ目は、なんでこのタイミングで転職なんですかっていう質問です。この質問は今働いている会社を適当に辞めるのか、それとも明確なビジョンを持って辞めるのかを見極めるための質問です。この質問は面接官があなたがすぐに会社を投げ出してしまうような気概のない人なのか、それとも明確なビジョンを持った向上心あふれる人なのかを判断しようとしています。なのでこの質問に答えるときは、今の会社の人間関係があんまりうまくいっていなくてとか、好きじゃなくてとか、今の仕事が向いていなくてとか、そういうネガティブな回答は絶対にやめてください。そうではなくて、スピーディーにプロジェクトを遂行できる機動力に魅力を感じたからとか、ものづくりが好きな性格を生かしてプロダクト作りに貢献したいからとか、そういうエンジニアの仕事に関わる前向きな回答をしてください。とにかく面接官に、自分はいい加減な気持ちで会社を辞めるわけではないんだ、前向きな理由があるんだ、明確なビジョンがあるんだっていうことを伝えるようにしてください。エンジニア転職においてよく聞かれた質問の3つ目は、いろいろ会社がある中でなんでうちに応募してくれたんですかっていう質問です。この質問は皆さんが適当に応募しまくってる人なのか、それとも会社の理念とかビジョンにちゃんと共感してくれてる人なのかを見極めるための質問です。エンジニアっていう職業はその辺の適当な会社の誰でもできるような適当な事務作業ではなくて、ユーザーに価値を提供するものづくりをする仕事です。なので会社としては会社の理念とか目指している世界観とか自社のサービスに共感してくれている人を絶対に取りたいわけです。じゃないと長続きもしないし、いいものも作れないからです。
この質問は皆さんが本気で会社のサービスにコミットしたいと思っているかどうかを見極めるための質問です。なので皆さんがこの質問に回答するときは、会社の理念とか将来のビジョンとか目指している世界観とか自社サービスの内容をしっかりと頭に入れて、具体的にどういうところに共感したのかっていうことをちゃんと答えられるようにしてください。一番ポイントが高いのは、会社のサービスとか理念に共感しすぎて、会社のサービスの課題点とか今後のサービス展開について面接官とディスカッションできることです。これはちょっとレベルが高いんですけど、自分の経験上これができれば間違いなく内定はもらえます。なぜならこういうディスカッションができると、めちゃめちゃサービスとか理念に共感しているってことを伝えられるだけじゃなくて、面接官に自分と一緒に働いているイメージを持たせることができるからです。面接官からしたら、自分たちのサービスの課題点とか今後のサービス展開についてこんなに考えてくれてるんだって思いますよね。自分は就職活動の時にバリバリコンサルティングファームでディスカッションをしたりとか、あとはドコモで企画とかの仕事をしていたので、もう癖になっていて完全に無意識だったんですけど、サービスの課題点とか今後の展開についてめちゃめちゃディスカッションしてたんですね。だからポイントが高かったんだと思います。後から振り返ってみて、あれだけサービスについてディスカッションしていたら、もう落とされることはないわなってそれは思いますよね。これに関してはできたら理想なんですけど、ただ多少のディスカッション能力とか、あとはマーケティングスキルとかが必要になるので、まあここまでできなくても大丈夫です。転職活動においてよく聞かれた質問の4つ目は、今プログラミングについてどういう勉強をしていますかっていう質問です。この質問は、皆さんが継続的にプログラミングの勉強をしているのか、勉強する習慣があるのかを見極めるための質問です。冒頭でも言ったんですけど、エンジニアっていう職業は常に勉強しながら業務に取り組んでいく仕事です。なので普段からちゃんと勉強する習慣があるのかとか、継続できるのかとか、効率のいい勉強をしているのかっていうことに関しては、会社からするとめちゃめちゃ重要なポイントになるわけですよ。なのでこの質問に対して皆さんがアピールすべきは、自分はちゃんと毎日継続して勉強しているっていうことと、そして自分が実践している具体的な勉強方法のこの2つです。なので例えば毎日3時間日常生活の中であったら便利だなと思うウェブアプリケーションを開発することを通してアウトプットしていますとか、こんな感じで答えてください。なのでとにかく毎日どれぐらい勉強して、どれぐらい継続していて、どういうアウトプットをしているのかっていうことを伝えられたら大丈夫です。転職活動においてよく聞かれた質問の5つ目は、転職活動においてあなたが一番重要視しているものは何ですかっていう質問です。この質問を通して面接官は皆さんが会社のカルチャーにフィットしているかどうかを見極めようとしています。もちろんこれまでの質問も全部重要なんですけど、ただ特にこのカルチャーにフィットしているかどうかを見極めるための質問の受け答えはめちゃめちゃ重要です。どこの会社であってもカルチャーにフィットしているかどうかはめちゃめちゃ重要なんですけど、ただ特に数十人から数百人規模のベンチャー企業の場合は特にこのカルチャーフィットを重要視します。なぜなら会社の人数が少ない分、その人の思想とか考え方がもろに会社のサービスに反映されるからです。この質問は皆さんが会社の雰囲気にフィットしているか、会社のサービスのコンセプトに合っているかどうかを判断しようとしています。なのでこの質問に回答するときは、とにかく会社のホームページで会社の理念とか将来のビジョンとかサービスのこだわってる部分とかを徹底的に調べまくって、いかに自分の考え方価値観とマッチしているかを伝えてください。自分は御社と全く同じ未来を思い描いていましたとか、自分が作りたいと思っているサービスが御社にありましたとか、そうやって皆さんと全く同じ未来を見ていました、価値観が同じですよってことをとにかくアピールしてください。エンジニア転職においてよく聞かれた質問の6つ目は、将来のビジョンはありますか、将来のプランはありますかっていう質問です。この質問は皆さんが目先のことだけではなくて、長期的に物事を考えられるかどうかを判断しようとしています。なんとなく生きてたりとか、なんとなく転職活動をしてる人よりも、ちゃんと自分の将来のビジョンとか根拠に従って行動してる人の方が一緒に会社の未来を考えていけそうですよね。あとこの質問の裏目的としては、うっかりと起業したいとか、いつかは将来フリーランスエンジニアになりたいとか、そうやって口を滑らせる人を排除する目的もあります。自分が言うのもなんなんですけど、会社からすると採用コストとか教育コストがかかるので、めちゃめちゃ早く独立されたら困るわけですよ。もちろん医者ほど教育コストとか採用コストはかからないんですけど、ただ言うても会社からするとそんなに早く辞められたらいいことではないですよね。なので本音としては、皆さんも1年後2年後にはフリーランスエンジニアになりたいと思ってるかもしれないんですけど、絶対に口に出さずに心の中にしまっておきましょう。
なのでまとめると、この質問は皆さんが長期的なビジョンに従って行動できるかどうか、そしてすぐに会社を辞める人なのかどうかを見極めるための質問です。なのでこの質問に回答するときは、今の事業をグローバルに展開させていきたいとか、いろいろな機能を実装してターゲットとなるユーザーの属性を拡張してさらにサービスを展開していきたいとか、社内では初めの方はガリガリと行動を書くプレイヤーとして活躍したいけれども、後半の方ではディレクターになってみたいとか、こんな感じで長期的なビジョンは話すんですけど、あくまで会社目線に立っていかに会社に貢献していくかっていう形で答えてください。転職活動においてよく聞かれた質問の7つ目は、ポートフォリオサイトはどういうところを工夫しましたかっていう質問です。冒頭でも言った通り、ポートフォリオサイトに関してはあんまり聞かれないんですけど、されるとしたらこういう質問です。この質問はプログラミングスクールとかチュートリアルの最終課題をただただ流用しているだけの人なのか、ちゃんと自分で工夫を凝らして作れる人なのかを見極めようとしています。確かにポートフォリオサイトはそんなに重要ではないとは言ったんですけど、でもさすがに最終課題にちょっと毛が生えた程度のものを出しちゃうと本気度が全然足りないと思われて、かなり印象が悪くなっちゃいます。 AWS を使ってインフラを構築するとか、 Docker とか CICD パイプラインを導入するとか、そんなことはしなくてもいいんですけど、ただチュートリアルとかスクールの最終課題にちょっと毛が生えた程度のものはやめてください。ポートフォリオサイトで本気度を見せる必要はないんですけど、ただやる気がないと思われるようなものだけは避けてください。じゃあどういうポートフォリオサイトを作ればいいのかというと、それは簡単で、スクールとかチュートリアルの最終課題とは全く別物で、サービスのターゲットとかコンセプトをちゃんと考えて自分のオリジナルのサイトを作ることです。 Twitter クローンとかありきたりなメッセージボードとかって明らかに最終課題を流用しているようにしか見えないじゃないですか。そういうのは一切まずはやめてください。まずは最終課題と丸かぶりするようなアプリケーションは全部避けて、そしてサービスのターゲットとかコンセプトを具体的に回答できると、それだけで本気度としては十分です。結構今さらって話したんですけど、現場のエンジニアたちは未経験者のスキルなんて全く興味がなくて、どういう思いで作ったのかっていう、そういうサービス思考の方に興味があったりとか重要視するので、ちゃんとサービスのターゲットとかコンセプトは答えられるようにしてください。自分の場合は海外に一人旅する人をターゲットに掲示板サービスを作ったんですけど、なんでそれを作ったのかっていうと、自分自身がよくバックパックを背負って一人で海外旅行に行っていたので、現地で日本人と交流したいとか誰かと喋りたいっていう欲があるのを知っていたので、こういうサービスを作りましたってことを言っていました。今言った自分のサイトの場合は、サイトのターゲットとかコンセプトがはっきりとしてますよね。こんな感じで明確に回答できるようにしてください。ここまででエンジニア転職において自分の経験からよく聞かれた質問7つと、その質問に対してどういう風に答えればいいのかっていうことについて説明してきました。今回紹介した質問に関してはちゃんと対策してほしいんですけど、それ以前にちゃんと笑顔で話すとか、声を張るとか、論理的に話すとか、そういう大前提のところもちゃんとしてくださいね。重要なことなので何回でも言うんですけど、変にポートフォリオサイトを作り込むよりも、ちゃんと笑顔で話すとか、論理的に話すとか、声を張るとか、的確に質問に答えるとか、そういうことができるように時間を割いた方が圧倒的に効率よく転職活動を終えることができます。今回の内容が少しでも転職活動を目指しているその役に立てば嬉しいです。内容が少しでもいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。